ロックの会発起人の松田美由紀です。こんにちは。いわゆる人が性について語るときって生物学的な性、いわゆる体の性によってのみ語られることが多いんじゃないかと思うんです ね。 あ、そうですね。ただ性っていうのはそんなに単純なものではなくて、まあ、いくつかの要素が組み合わさってできてるんじゃないかということで、性を3つの要素に分けて考えてみました。で、1つ目が体の性。これどういうことかというと、いわゆる染色体が XX とか XY であるという体の性、まあ、あとは精巣があるとか卵巣があるといった内外生殖器のお話の体の性で、もう一つが心の性、いわゆる性自認、自分の性がどちらに所属しているかという性、心の性、そして、好きになる性、これはまあ性思考、対象の性がどちらにあるかと、こうやって性を3つの要素に分けて考えてみたときに、どの、要素にも既存のその男、女というのに当てはまらない第三の性が存在するのではないかという仮定を立ててみました。まあ、同性婚っていうものが今日本の中で存在していないので、私と彼女は結婚式をやりましたとは言ってるものの、仰いでよはい、恩田と言います、はい、結婚しましたって言っているものの、事実婚状態なんですよね。で、これが男女のカップルの事実婚であれば、まあ、内縁の夫、内縁の妻っていうようなことで、法律的にその例えば相手が病気にかかって、医療的判断が意識不明で相手が必要だという場合にそれが認められたりとか、あるいはその財産の相続権とかっていうものが認められるんですけれども、我々の場合は何もないので、何か彼女に会った場合とか、まあ、何か私に会った場合、どういうふうにしてその2人の関係を証明したらいいんだろうなみたいなのはすごく思いますよね。で、具体的に例えば年末の年末調整とかやるときは、公的書類の中では配偶者、気持ち的には配偶者ありなんですけど、書類上は配偶者なしになってしまうので、なんかそれはこう彼女の存在がないようなものだなっていうので、悲しいなというのは思います。それでは拍手をよろしくお願いします。そのヘリテージ財団の上級研究員のクリングナーという研究者はですね、論文を出すんです。ホームページ上で見れます。今日本と中国の間で起きているこの緊張というのは、このナショナリズム、お互いのナショナリズムの、ね、高まりというのは、アメリカにとって、政治的な、死活的に重要な政治的目的を達成するための絶好の機会であると。自分たちが仕掛け、そしてしめしめうまくいったと。だからこれこれ 今ならば日本はこれこれの要求を聞く、安倍が総理になるだろうと。安倍にはアジアとの間のね、この靖国問題とか歴史認識とか、この問題だけ、ちょっとソフトにけようと言っとくけど、 TPP をやれ、そして普天間基地移設をやれ、そして集団的自衛権をやれと、こういうことをやらせろと、こういうことをはっきり書いてる。アーミテージというで人もいます。こういった人たちは、まあ、ジャパンハンドラーと言われるんだけれども、国務省とか国防総省の、まあ、関係者ですね。こういう人たちがはっきりあからさまに言って立てたシナリオの通りに展開してるんです。安倍さんって中間管理職人に過ぎないんですよ。残念ながら日本というのは傀儡政府なんですよ。傀儡政府、属国の政府だということです。2014年7月1日安倍内閣は大和でね、はい、村上誠一郎さんです。特に気の毒なのは価値観の人たちなんですよ、はい、うん、で価値観の人たちは上から命令されたら、うん、ノーと言えないんで行くしかない、うんうん、でもしそれでね、自民党で唯一反対してる人、反対に言ってるけど、僕のインタビューで泣きながら話してる、それを外すということはもう全力を挙げて阻止に来るんですよね。作戦の妨害ですからね。でその時にね、はい、その時に犠牲者が出ないわけないんですよ。集団的自衛権は我々を守ることと何の関係もない。逆にあそこで高潔さんが話していたようにですね、日本を鉄砲玉にする、日本を矛にしてしまって、アメリカを後ろに引いて隠れて、日本をナショナリズムをかきたてて、そして中国にぶつけて、両方が同士打ち相打ちのような形になってくれると結構なことだと、非常にこれはいいことだと。
ということがアメリカのずっとやってきた戦略なんです。